ヒューガ君は身だしなみに気をつけているよね。いつもいいなって思うんだよ。本当？食大キリさんにそう言ってもらえると嬉しいな。おや、どうしてだい？だって手袋とか細部までこだわっているよね。日によって違うものをつけているから。驚いたな。僕の手袋の違いを見抜いていたなんて。最近よく食大キリさんのお手伝いをしていたからね。それでよく見たら衣装が違っているのに気づいたんだ。そうか。でもこんな細かな違いを見分けるなんて、ヒューガ君は周りをよく見ているんだね。僕の癖みたいなものだよ。そうだ、今度食大キリさんのいろんな手袋を見せてほしいな。衣装の違いを見比べたら楽しそうだし、それぞれどこが気に入っているのか教えてほしいんだ。それならいくらでも語れそうだ。いつでも大歓迎だよ。この間は手袋を見せてくれてありがとう。楽しかったよ。どういたしまして。なんだか調子に乗って話しすぎちゃったかな。ううん、もっとたくさん聞きたいくらいだったよ。すごく勉強になったしね。勉強にって、もしかして君も手袋を変えるつもりなのかい？そうじゃなくて、本当のおしゃれってどういうことか分かったような気がしたんだ。どういうことだい？食大キリさんの手袋はどれも素敵だったけど、周りからは違いに気づかれないことも多いでしょう。でもこだわりのあるものを身につけていると気分が変わって背筋も伸びて、見た目だけでなく心におしゃれをするって感じかな。そういうのとってもかっこいいなって。さすがヒューガ君、その気持ち僕も大事だと思うよ。